さんこんにちは。今日も始まりました黒川敦彦のチャンネル翼からのユダヤマネーをぶっ壊す、創価学会をぶっ壊す。はい。創価学会を育てたのは結局ロスチャイルド塚本ソザンビルの闇でございます。はいはい。まず、創価学会サイモン・ビーゼンタールセンター主催のホロコースト展。まあ、こういうのありますね。サイモン・ビーゼンタールセンターって何でしょう？サイモン・ビーゼンタールセンター。ユダヤ系圧力団体です。はい。1977年ロサンゼルスに本部を置き、ホロコーストや、そういう反ユダヤ主義の監視を行い、国際的影響力を持つ寄付で賄う非政府機関と、まあ、圧力団体ですね。日本においては1995年、文藝春秋の、マルコ・ポーロがホロコーストを否認する内容を記載したため抗議し、文藝春秋社は同誌を廃刊せざるを得なくなりました。まあユダヤマネーの出先機関ですから本気になったらめちゃめちゃ強いということで、まあ、このユダヤ系の圧力機関と、創価学会は別に普通にお付き合いをなさっているようだと、いうところでございます。まあ、池田大作さんはですね、創価学会財務省の内幕、P67 ページ、まあ、この本の中にですね、邪宗教というのは寄付を求めたり、供養を願ったりするものだと言及。創価学会はただの一線も寄付を募ったり、供養を願うようなことはいたしませんって。いたしとるがな。そればっかりやろうと。統一教会以上の寄付の搾取。まあ、寄付のことを財務というわけでございますが。はい。まあ、最近、池田大作さん、大川隆法さん、神谷宗平さん、カルト教祖の特徴。お金儲けの手段として宗教や政治を利用する。ここなんですね。お金儲けなんです、目的は。信者以外と対談しない。かの池田大作さんも国会承認逃げまくり事件というものがございました。もう怖くて怖くてしょうがない。田原総一郎と対談して一撃で KO されました。逃げまくっているこの人は、西東京市議会選挙負けたのは、マサオのせいだぐらいの感じに、どうやらコメントしていると、私のところにも筒抜けになっております。お前のせいやろ。多数の女性を囲おうとする。まあ、この人は、もう、よくお分かりだと思いますが、まあ、この方も最近、イケス不倫問題と、疑惑というものが出てきて、まあ、どうも本当っぽいな、という状況でございます。はい。創価学会、大日本行動立教会というものがベースにありました。これは南朝を政党とし、その行動に沿った教育を行う、趣旨のもと、1911年に創立され、中山中英が初代会長に就任し、大隈重信や、ここに牧口連三郎、創価学会の創業者ですね。で、二代目の戸田常世。こういう人たちが入っていましたと。で、大日本行動立教会を母体とし、創価教育学会が創立されました。早稲田大学の創始者が大隈重信でございます。創価学会の、初代が牧口常三郎、二代目が戸田常世ということでございますが、この辺は近い位置にいたわけですね。まあ、これがまずベースにございます。1930年、牧口が、創価教育学体系を著す。1943年、日蓮召集、本山大体石寺に、呼ばれた牧口と戸田らは、軍部からの強制された、神霊を受け取り拒否を拒絶し、その後、創価学会は、日蓮召集の本山から登山停止を言い渡されました。で、1943年に治安維持法違反ということで、
明治神宮に対する不敬罪の容疑で、牧口戸田は逮捕されております。1946年に、創価学会、創価教育学会から創価学会に名称を変更しております。この時代は、創価学会というのは確かに取り締まりの対象でございました。まあ、どちらかというと反政府権力と、組織と見られていたということでございます。1961年に創価学会顧問制度が創設され、塚本祖山が創価学会初代顧問に就任しています。この塚本祖山が、ロスチャイルドのエージェントですと。ここが今日のポイントでございます。この塚本祖山って何ですかというと、2代目の戸田常成氏のスポンサーです。はい。戦後の右翼の棟梁でありますと。また、まあ、ちょっとこれはハテナなところもありますが、国際勝共連合の創始者の一人というふうにも言われます。まあでも、この後言いますけど、児玉義雄とズブズブでございますから、まあそう言っても過言ではないでしょう。極右の日蓮召集信徒であり、政治色が強すぎて日蓮召集でもタブーな人でございます。日蓮召集の、本願寺の檀家である、児玉義雄らと共に田中角栄の対米自立路線を支援したと、田中角栄と近かった人ではございます。こういう構図がポイントになってきます。塚本祖山が創価学会発展の原動力になりました。まあお金も出しました。っていうかこの人の後ろにある財布、無制限の財布、ロスチャイルドグループです。ロスチャイルドグループのエージェントでございます。この二人ズブズブでございます。児玉義雄、CIA エージェントでございます。この人、国際勝共連合イコール統一教会を作った人です。はい。どういうことでしょうか。結局、創価学会と統一教会は同じ利権の中で動いてきましたとさと。まあ、そらそうですよね。今どっちも自民党を支援してきましたもんね。まあ、そらそうですよ。まあ、この構図が大事だということですね。で、この人を追いかけることによって、創価学会がなぜ大きくなったか、誰がスポンサーだったのか、いやいや、結局ロスチャイルドだ、ということが、わかるわけですね。1960年6月1日、塚本祖山ビル竣工式、塚本祖山ビル、今もございます。今度行ってみてください。普通にございます。はい。来賓者、筆頭、岸信介。はい。おじいちゃんの代から CIA のおじいちゃんですね。大野万木自民党副総裁、市間田久人日銀総裁、池田隼人一味ですね。川島誠二郎自民党幹事長、以下ものすごい銀行頭取になんとか社長うんたらかんたら1000名が竣工式に参加と。これどんなビルだよという話ですね。まあ既得権益の巣窟ということです。塚本祖山氏は CIA の人、渡辺恒夫、鍋恒ですね。読売新聞の社長、鍋恒は回顧録の中でこう言っています。1963年の東京都知事選で自民党は創価学会票の60万票が欲しいから、自民党副総裁の大野万木が池田大作さんに会おうとしていた。財界人で塚本、祖山が創価学会の実力者であったので、その仲介で、中略、池田さんが創価学会の60万票を自民党に入れると一筆を書いてくれた。それを僕がもらいに行き、大野万木に届けるなんてことがあったんだと。まあ、自公連立の基礎ができたのは、この人たちのせいであるということです。その中心にいたのが塚本祖山です。自公連立を作ったのが塚本祖山であるって誰ですかと、ロスチャイルドのエージェントと、ということです。塚本祖山、1907年9月1日生まれ、軍人であり実業家であります。1949年頃に米国の諜報関係者の紹介で児玉義雄と知り合った。どっちもスパイ。どっちも、まあ、しょうがない。スパイ。で、その後、数々の事業をやり、塚本創業、
もう、ヤクザのフロント会社みたいな名前ですね。まあ、実際そうですけど、を設立し、それをもとに、事業をやっていました。事業というか、スパイですね。はい。で、1961年に創価学会の初代顧問に就任し、二代目の戸田情勢に金や資源をぶっ込んだと。これにより創価学会は大きくなっていくわけですね。それを引き継いだ池田大作がさらにそれを大きくしましたが、そこの後ろにあるのは池田大作の努力だけではなく、まあ、ユダヤマネーですね。塚本祖山は1969年に、藤原博達氏が出そうとした創価学会を切るという本が出版されそうになると、小野賢治や田中角栄、二人ともロッキード事件に関係した二人ですが、出版を止めさせるように交渉を依頼。これが世の中で問題になって以来、塚本氏は創価学会の活動は表立っては少なくなっていました。この創価学会を切る出版妨害事件は社会的な大問題に当時なっておりました。公明党や創価学会の会員から題名を変えろとか、出版時期が総選挙の前だから時期をずらせとか、見せかけだけの出版をして残りは学会が全部買い取る書店に並べないようにしてほしいとか、などの圧力があった。浅ましいですね。この創価学会を切るには1969年に東京都議会議員選挙で、練馬投票所を創価学会らが襲撃した事件が、まあ、書かれています。テロ組織ですね。これ、もう、創価学会がやったことですから、宗教法人法に照らし合わせても、解散ですね。過去だからって許されるんですかね。解散じゃないですかね。しかし、捜査当局へ公明党の圧力などによって、一人が執行猶予付きの、有罪判決に問われただけでございました。この事件に関しては。本当はもっと重い罪になるはずだったということで、必死になって揉み消したという事件ですね。まあそういうことがたくさんあるわけです。出版中止の圧力をかけた池田大作会長には当時国会の承認喚問の要求まで出ておりました。もう承認喚問絶対行きたくない、怖い怖い怖いって、ちびりそうになっていたのが池田大作さんでございます。まあなんとかそれを、まあ逃れた、揉み消したわけですね。この事件に、携わった田中角栄に関しては、田中角栄氏がおせっかいを焼いたという話に、変わり、うやむやになりましたが、池田さんは、田中さんへの恩義は忘れてはいけない。いつか総理にしてやりたいなと。面白い政治をやるかもしれないと。創価学会と、田中角栄の関係というのは、まあ非常に深まったということですね。創価学会員がよく使う釈服というのがありますが、まあ勧誘ですね。信者の。これは悪人悪法を打ち砕き、迷いを覚まさせることというのが仏教的な意味合いですが、実際に彼らがやっているのは相手を脅迫したり、嫌がらせをしたり、集団でストーカーをしたり、みたいなことをしているわけですが、罵ったり、預かめ、締めたりするものではありませんと。創価学会公明党は釈服の使い方を完全に間違っております。昔よりは少し穏やかになりましたが、結局やっていることは反社会的な国民の生活をぶち壊すことをやっているわけですね。また1974年に池田大作が滞在中の北京で首相だった周恩来と面会しています。日中国交回復に意欲的に動きましたと。日中国交回復の裏には、自公、そして統一教会、創価学会の、関係がたくさん見て取れます。1972年には、衆議院議員で公明党の委員長だった、竹入義勝氏が、日米安保容認などの、現地を取った竹入メモを、の存在が、田中角栄に影響を与え、日中国交正常化に向かっていったわけです。でも結局、この辺仕切った裏には、いやだって、CIA いるじゃん。塚本祖山とか、アイゼンベルグの手下どもがですね、そんなもんずーっと創価学会の後ろにはついているに決まっているわけです。そのために作ったんですから。
しかし、タビストック研究所仕込みのキッシンジャーの怒りをこの件によって買ってしまいます。キッシンジャーの狙いは当時、中米の共存を軸にした新しい秩序の形成というのを目指しておりました。これを G2 構想と言いますが、結局この方向に今の世の中は流れているわけです。国際金融資本の思惑通りです。しかし当時のキッシンジャー、米国より先に中国との国交回復に成功した日本に対し、それをやってしまった田中角栄に対し、怒り狂ったというふうに、言われております。ジャップは裏切者だと。キッシンジャーは劣化のごとく起こりました。国際金融資本の思惑に反したことで、制裁としてロッキード事件で、田中角栄は潰されました。逮捕されました。贈収賄と外為法違反ということでございますけれども、このあたりに関しましては今日は割愛いたしますけれども、結局のところはっきりとした証拠がなかったのに、彼らは逮捕されたわけです。また、小玉義雄も逮捕されましたが、彼は CIA エージェントなんですが、まあ、要するに用済みになったということですね。まあ、小佐野賢治、彼も裏社会の、まあ、棟梁、エージェントだったわけですね。これをやったのがキッシンジャーだというふうに考えられております。実際、そういうような証言をキッシンジャーもしております。国際金融資本が圧力をかけて日米合同委員会みたいなところがあって、奴隷日本政府がありまして、その政府とかと言いなりになって、政界財界の売国エージェントが、実動部隊になってですね、世の中を回しているわけですね。ということで、一番大元にあるユダヤマネー国際金融資本の命令に逆らった、自民党の田中角栄氏や、公明党の竹入氏のような人々はですね、まあ、結局不遇な目にあったり、スキャンダル捏造されたり、潰されてしまったりしてしまったわけではございます。そんな、創価学会の後ろにいた塚本素山は CIA やモサドを創設したアイゼンベルクと超絶懇意でありましたと。一人間に挟みますけれども、長野茂雄。この人は、もうアイゼンベルクと親戚ですね。その家族ぐるみの付き合いをしていたのが、まあ、この3名でございます。で、アイゼンベルクって何ですかって言ったらゴリゴリのロスチャイルドのエージェントでございますから。まあ、ということで、塚本素山って何ですかというと、ユダヤマネーロスチャイルドグループのエージェントでございます。ということです。このアイゼンベルクは、第二次世界大戦に入り、オランダ上海から1940年に日本に来日いたします。オーストリアの亡命画家の、フロイデスペルガーと出会い、娘の信子とアイゼンベルクは結婚いたします。そして、日本国籍を取得。信子の母方のコネにより1940年代に、新日鉄社長の、長野茂雄と出会うことになります。長野茂雄は当時の財界の中でもめちゃめちゃ力があった人です。まあそこと、まあスパイですからうまく、親戚になり、いろんなことを利用して、日本を動かしてきました。それがアイゼンベルクです。このアイゼンベルクは第二次世界大戦の時に、日本の大物右翼アヘン王の里見一と一緒に仕事をします。里見一は三井三菱の資金力と詳細で中国の地下経済を支配するマフィアの、チンパンやコンパンという、ところと連携をしてアヘンを大量に売りさばきます。里見一の経営するアヘン密売会社、昭和通商に関わっていたのが小玉義雄、岸信介、佐藤栄作、池田隼人、吉田茂、笹川良一です。後にこのうちの4人、赤で書いている人たちが総理大臣になっていくわけです。だってアイゼンベルグの手下ですから。永久戦犯だった岸信介が、無罪放免になり総理大臣になったわけです。1965年に里見一の資金を岸が引き継いだというふうにも言われています。それらの人脈と金脈を引き継ぎ、首相になったのが、亡くなられた安倍晋三さんでございます。おじいちゃんの代から CIA エージェントの方です。アイゼンベルクの部下の麻薬の密売人だったのが吉田茂であります。吉田茂の孫が麻生太郎、岸信介の孫が安倍晋三、権力を継承してきたわけです。
満州アヘン利権三人衆、岸、笹川、小玉。その小玉たちと、まあ、この利権の中に結局、創価学会もごく初期から入っていると。岸信介は元永久戦犯であり CIA エージェントですと。統一教会を日本に誘致したものです。また、塚本蘇山ビルの竣工式に筆頭として出席して、おじいちゃんの代から CIA の人です。岸信介は自宅を統一教会の本部にし、文鮮明創出の国際勝共連合の理事になりました。笹川良一といえば日本財団ですが、旧日本船舶振興会ですね、民間なのに公営ギャンブルの協定の胴元をやっています。これも全く説明ができません。なんで公営ギャンブルが民間の人たちの財布になるんでしょうか。元永久戦犯であり CIA エージェントであると、文鮮明が創立した国際勝共連合の理事であると。小玉義雄はロッキード事件の当事者でありますが、右翼であり、ヤクザの元締めであり、博報堂と関係していたり、CIA エージェントでございます。またこの人も、国際勝共連合の理事です。で、その小玉義雄の事務所があったのが塚本蘇山ビルです。ということです。そしてここでロッキード事件が起こるわけです。もう全部だって手の上で転がってるんですから、そんなもう逃げようがありませんって。ジャーディン・マセソン商会。まあ、この人の一族が関係したとこですが、これ東インド会社の貿易を通じて、中国にアヘンを売りつけ、アジアから銀を巻き上げる、麻薬貿易によりロンドンのシティに膨大な富をもたらした会社でございますが、この横浜支店長が吉田健三であり、吉田茂の養父であり、その孫が麻生太郎ですね。アヘンの麻薬利権を継承し、未だに権力の中枢にいるのが麻生家です。中国共産党と組み、サッスンを追い出したり、ジャーディン・マセソン商会に利権を付け替えたりしたのがアイゼンベルグです。中国共産党と CIA が全面的に協力し、日本と対峙する仕組みを作ったのもアイゼンベルグです。日中の戦争をバーンってぶつけたり、第二次世界大戦を日本と中国をきっかけにドカーンってやらせたりしたのもアイゼンベルグです。アイゼンベルグと里見はじめが、満州アヘン利権を作っていきました。このアイゼンベルグは CIA やモサドを作った人でもあります。お前どんだけ仕事するんだと。まあ悪い仕事ですけど。安倍晋三氏の、政治団体である、親和会は、の、税理、監査税理士の住所が、塚本蘇山ビルと。はい。もう、安倍晋三一族と塚本蘇山ビルも、もう、そらズブズブですよ。もう、ここに日本の悪い人たちの、まあ、闇の中枢が、まあ、昔よりはマシでしょうけど、まあ、今もあるわけですね。安倍晋三氏が顧問をやっていた、NPO 支え合いというものがございました。ここの住所も塚本蘇山ビルでした。ここの顧問人が、リニア建設で儲けた一族だというふうに言われています。まあ、どう見てもそうでしょう。リニア利権の、権化であり、安倍政権は、リニアに3兆円の資金を、まあ、非常に低額融資で流しましたと。それを受けたのが、JR 東海の、葛西、元名誉会長で、リニア利権を、まあ、がっぽり取っていった人たちですが、この人たちの巣窟が、塚本蘇山ビルです。もうお前らどれだけ悪いことをするんですか。で、今日出ましたアイゼンベルク。これは何度も出した図でございますけれども、アイゼンベルクというのはですね、イスラエルを建国した時の実動部隊です。イスラエルを建国したのがシオニストであり、そのシオニストの創設者がユダヤマネーです。そのユダヤマネーの中心にいるのがロスチャイルドです。このイスラエルを建国するときにはアメリカとナチスが裏でズブズブやったりもしています。喧嘩していたはずなのに。そのアイゼンベルクは米国には CIA を設立し、マーダーズインクという米マフィアを束ねる組織を作りました。ロシアに行ってはマーク・リッチという、マフィアのトップと組んでロシアンマフィアを束ねました。中国に対しては
マフィア、チンパンと連携し、武器を供与し、核技術を提供したのがアイゼンベルグたちです。お前らどんだけ悪いんですかと。アイゼンベルグというのはマフィアではありません。戦争や資本です。このアイゼンベルクのエージェントだったのが塚本素山と小玉義夫です。小玉義夫が統一教会を作り、塚本素山が創価学会を発展させ、で、同じく CIA エージェントだった、鍋常ですね、読売の渡辺常雄、これ3人とも超絶ズブズブです。この人も自公連立をサポートしてきたわけです。まあ、この人たちと岸信介や、まあ、その孫の安倍晋三さんたちに続いていく、日本の戦後保守と言われる売国奴たちが、この日本を牛耳ってきてしまったわけです。平沢勝栄さんの著書「日本よ国家たれ」というものの中に、彼がこう書いています。第3章、外務省と創価学会の項目の中では、創価大学出身の組織大鳥会というものがある。この人たちが働いているのは日本のためではありません。創価学会のため、池田大作のために働いていたというのを私は見ました、という告発でございました。まあ、実際にそうでしょう。このようにですね、宗教勢力を使って、日本の権力中枢、警察の中にもたくさん創価学会関係者が入っていると思われます。まあ、これをでもやってきたのは、私はロスチャイルドグループだと思いますね。アイゼンベルクや塚本素山だと思いますよ。計算してね。中国とも2012年に習近平は池田大作を通じて、沖縄県の尖閣問題に、交渉したいという話が来たわけです。いや、なぜ日本政府ではなく池田大作なのって。まあ、こういう非合法なルートを敷いてきているのも、まあ、むしろ政府を、まあ、国際金融資本のエージェントたちの思惑で動かすための駒として、創価学会は使われ、中国との窓口をむしろやっている、やらされている。で、この窓口から中国の悪いものがまた入ってくるわけです。池田さんが、パナマを訪問したときに、1970年から80年代、パナマのノリエガ将軍と面談し、生涯をかけてパナマと日本の友好に貢献と約束し、ノリエガ庭園なるものも創価学会の施設の中に作って、お互いに褒めたたえまくっていました、という事案がございました。でもノリエガって何した人ですかって言ったら、もう麻薬王ですね。これはもう誰がどう見てもノリエガ麻薬王ですよ。ニューヨーク大学教授の、鶴見義弘さんの、暴露では、彼は、パナマとノリエガ将軍は創価学会からお金を預かり、麻薬の密売で大儲けをし、そのお金が自民党なんかに流れていって、お金のマネーロンダリングの一部に創価学会が組み込まれていたように強く疑っているということを言いました。あってもおかしくないでしょうね。アイゼンベルクが作った、育てたのが創価学会ですから、そんなもん。アイゼンベルクこそ麻薬王ですから。やるでしょうよ、そんなもん。同じく麻薬王のパパブッシュ、ブッシュ家。ブッシュ家は麻薬王であろうと。これはまあ、ほぼ確定でいいでしょう。そのブッシュ家は、1986年に就任して以来、パナマを侵攻し、ノリエガを潰しました。これはなんで潰したんですかといえば、麻薬利権の争いですね。ノリエガ将軍を戦犯として捉え、逮捕監禁して口封じ、ブッシュ家の麻薬取引のをさらに自分たちで全部牛耳ったと。これ以降、創価学会内のノリエガ庭園は破壊されてしまいました。陰謀論界隈の話にはなりますけれども、オウムの事件は上杭式村で、プラントではサリンではなく、まあ、サリンも作ってたかもしれませんが、覚醒剤作ってた可能性がありますよね、という説がございます。私は十分にあると思います。だってこれ捜査したのは、東京地検特捜部でございますが、東京地検特捜部というのは CIA ですね。で、このオウムの後ろにいたのが、統一教会及び創価学会でないかという説があるわけですね。あ、これは十分にあると思いますね。
朝鮮総連の資金で、捏造、建造された万遍本号で、北朝鮮と日本を往復し、北朝鮮への送金や麻薬輸送に使用された、この万遍本号というものがございますが、それらのラインに、創価学会や、ブッシュ家、その手の、まあ、アイゼンベルクの後継の者たちの、麻薬利権が含まれているのではないかという説がございます。可能性は十分にあると思います。これは陰謀論ではなくてですね、例えばこの本の中に書かれている覚醒剤アンダーグラウンドという本の中に、このように書かれています。これは取材したものですね。覚醒剤、大麻、コカインなどが入ってくるその7割はヤクザルートだというか、残りの3割は米軍ルートである。さらっと。これ本当だったら、まあ本当だと思いますけど。米軍が、つまり在日米軍基地からの横流しであると。それも、北朝鮮などから組織的に横流しされていると。確かに、北朝鮮から横田基地への直行便があります。その横田基地を拠点に、麻薬が日本に入ってくる。また、空路もあるけれども、海路も使われている。海路の方が主流ですね、と。北朝鮮の海路を相当握っていたのが、下関の安倍一族ですね。これは下関に行って聞いてもらったらわかります。現地の人たちは、ああ、北朝鮮との取引やってたね。いろんな証言を私、選挙やりましたから、普通に聞きました。おそらく事実かと思います。まあ、こういうルートに、当然だって、岸信介一族というのはもともと麻薬アヘンで儲け倒した一族ですから、その後 CIA アイゼンベルクと組んでやっていること。まあ麻薬利権はやってるんじゃないですかね、ブッシュ家と同じように。また、統一教会の、世界戦略研究所というところの、安倍正敏さんという方が、まあ、安倍晋三さんとも大変懇意な方でございましたが、ちょっとこれ、真偽が若干問われるものではあるんですけれども、米軍と一緒に打ち合わせをしている、これが横田基地ではないかと言われている写真なんかが公開されていますけれども、要するに統一教会は、まあ CIA が作ったものですから、米軍と一緒に連動して動いていると。また、文鮮明と北朝鮮の、キム・イルソンは超絶仲が良かったと。で、そういう流れの中でですね、北朝鮮からの、空路とか海路とか、をコントロールし、麻薬利権を使って、自民党の、マネーロンダリングをやっていたのではないかと。そこに統一教会は絡んでいたのではないかと。そして統一教会だけではなくて、なぜか創価学会と麻薬利権という話はたくさん出てくるんですね。まあ、やっててもおかしくないと思いますね。まあこの辺につきましては、実は私も今回の、創価学会問題に取り組む中において、現場からもそういう話が上がり始めております。ちょっとマジで死ぬかなという案件でございますので、ちょっと精査しながらやっていってみたいなとは思っております。岸信介氏は、アメリカに対する宣戦布告時に、閣僚でございましたが、その後、まあ、永久戦犯になったわけですが、収監の際にアメリカの上層部にも味方がおりました。パールハーバーの攻撃時に駐日大使だったジョセフ・グルー。グルーは東京の収容所に収監されていたが、閣僚の岸信介が収容所からむしろ出してあり、親しい仲になっていました。戦時中からアメリカとも、まあ、内通していたのではないかという説もございます。まあ、泣きにしもあらず。戦後の日本は、自民党も公明党も統一教会も創価学会も今日ご説明したように裏ではしっかりつながっているようにしか見えません。それを忠実に行ってきたのが、世襲の CIA エージェントの岸信介、安倍晋三、吉田健三、吉田茂、麻生太郎、満州アヘン利権から CIA エージェントになった笹川小玉、正力松太郎からの渡辺恒雄、こういう人たちの巣窟だったのが塚本スザンビルです。その塚本スザンって誰ですかって言ったら、創価学会のスポンサーです。どうでしょうか？陰謀論でしょうか？私の考えすぎでしょうか？
違うと思いますね。で、ちょっと待って、流れ玉恐縮ですね、参政党の皆さん。まあ、この前出しました。パソナの南部氏と、神谷宗平さんがズブズブだという証言をご紹介したんですけれども、これ、大事なところがありまして、これ、イスラエル人脈なんですね。イスラエルとの架け橋になりますって言った神谷宗平さん。パソナの、代表秘書だった、議員の中山、康秀さん。彼は、心はイスラエルと共にとツイートして大炎上。ここに KCIA のパクドンソンが出てきますが、この人、統一教会とズブズブで KCIA の人です。で、この父、安倍晋太郎と婚姻だったのがこの人ですね。で、ここに竹中平蔵がいて、この辺も、まあ一つの人脈グループなんですけど、ここで何なんですかといえば、やっぱり、さっきのアイゼンベルクが作った、利権グループなんですね。で、ちなみにパソナと創価学会の関係っていうのもたくさんの証言があります。ちょっとこの辺もまた追いかけてみたいと思っております。で、また流れ玉ちょっと恐縮なんでございますが、昨日出しました。神谷宗平氏と浅井千春さん。イケス不倫疑惑が、持ち上がっているお二人でございますけれども、私直接神谷さんにぶつけましたが、今のところやってないんだという回答はいただいてませんので、疑惑ということとさせていただきたいと思います。まあ、やったんだという回答もありませんので、今のところは疑惑ということになります。しかしお二人は同伴してイスラエルに行っていた。9日間もイスラエルに行っていたと。これはもうある意味のハニートラップかなと思うわけですね。いや、こうやって自分のこう手駒にできそうな人にですね、こういろんなお金を配っていくんですよ。こうアイゼンベルク的な人たちはですね。で、その中で、ああまあこう、まあしょうがないな、もう今回はまあ神谷ちょっといろいろ問題ありそうだけど、まあエージェントとして使っとこうかってなったのが参政党であろうと私は思っているわけです。しかし、いやちょっとスキャンダル多すぎるな、俺らも失敗したなと。CIA の皆さんも思っておられるんではないかなと思いますが、まあここまで来たらですね、まあ倒すまでやらせていただこうと思いますし、まあ、こういうのがですね、戦後の日本の保守と言われるものの闇なんです。そこに大きく創価学会というのも組み込まれて、最初から組み込まれているというのが今日の話です。創価学会はユダヤマネーによって意図的に育てられ、日本の権力支配の中枢に組み込まれました。創価学会は信者のやりがいを搾取し、創価学会の票とお金が自民党を延命させ、国民の生活を壊しています。なので私は創価学会解散をさせなければならない、訴えている次第でございます。はい、本日の解説は以上です。ということで、創価学会解散でも来年の1月15日、で、だいぶと迫ってまいりました。先日、西東京市議会選挙トップ当選になりました。永井秀和さんもお越しになります。大川隆法さんの元息子の、広志さんもご参加いただけます。ぜひ、創価学会に一撃を入れるためにですね、皆様、ご参集いただいたらと思います。14時に JR 信濃町駅集合、外線をして移動。15時に公明党本部前で外線、終了後懇親会となっております。第2回目の創価学会デモが、創価学会本殿でやるためにですね、今回はまず、準備段階、公明党でやろうと思っております。コメント概要欄にこちらの詳細も書いておりますので、ぜひとも、創価学会解散デモお越しいただけたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンを押していただいても動画がたくさん拡散されて嬉しいです。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ。ピープルパワーで、黒川敦彦でございました。世の中良くなりゃ楽しいね。あんたもっと元気出して。